アニメ化。時は宇宙世紀 0088。長き間眠り続けてきたある機体は、懐かしき故郷の制圧を始めようとしていた。ゼクアイン。型式番号、RMS-141。模型雑誌、モデルグラフィックスの雑誌企画、ガンダムセンチネルに登場。装備の組み合わせ次第で、一つの機体に多種多様な能力を持たせることができる。装備乾燥機構。機体の製造コストを抑えながらも、作戦に合わせた戦力をすぐに配備できるというこの方式は、ジオンではバックパックの変更による、機体タイプの切り替えを行うゲルググにも採用され、連邦でもガンダムの強化案などを発端として、おそらく初の乾燥前提の機体である G ラインなどに採用され、ガンダム開発計画では試作1号機、さらにグリプス戦役頃にはテターンズによるガンダム TR6、翌年のハマーン戦争時にはザク3、その後は連邦、ネオジオン系双方の量産機に取り入れられ、技術が大きく進んだ時代でも、絶えず発展し続けていた。しかし、こういった乾燥を前提とする機体たちの中には、一年戦争時にすでに理想的な設計で開発されながらも、運命のいたずらによって、しばらく闇に葬られていた機体も存在していたという。それが複数の専用機の力を宿した。洗練された乾燥システムの担い手、ゼクアインである。本機はジオンと連邦の技術を合わせて、様々なオプション兵装に対応した汎用量産機として作られており、その特徴として全身はジオン系の機体に多い、丸みを帯びたものでありつつも、コクピット付近は連邦系のデザインが加えられており、装甲はガンダリウムコンポジット、ムーバブルフレームは単純かつ堅牢なものが採用され、乾燥機能を十分に活かすために、ジェネレーターは出力に余裕のあるものが選ばれている。また、両肩部はオプションパーツの運用を大きく担う部分になっており、前後には専用の多目的ラッチが付けられ、側面もシールドやプロペラントタンクを接続するための、ムーバブルフレームが露出した構造になっているほか、頭部は特にジオン系の特徴を色濃く受け継ぎ、隊長機にはブレードアンテナが付けられている。推進系に関しては両すね側面と両足裏に合計6機、バックパックに合計4機、両サイドアーマーに合計2機、テールスカート中央に合計2機のスラスターに加え、姿勢制御バーニアらしきものは、バックパック側面に合計4機、テールスカート左右に合計4機、フロントアーマーに合計2機と、大小含めて約24機もあるため、十分な推進力を発揮できるようである。さらにオプションで装着できるシールドにも、2機のスラスターが付けられており、プロペラントタンクも両すね裏に追加できるため、武装に合わせた推進力の調整や、稼働時間の延長も細かくできるようである。そして本機には様々なオプションが用意されており、それを組み合わせることで、ミッションに応じた専用機並みの能力を、簡単に持つことができるようになっているのだが、名前が付けられた形態は3種類で、一つ目は月面降下用のランディングデバイスシステムとして、両肩部にプロペラントタンクを合計4機接続した、軽装形態である第一兵装。次に左肩部に戦術のシールドと大型の索敵用レドームを装着し、それと連動したビームスマートガンを装備した、長距離攻撃形態である第二兵装。最後に両肩部の側面にシールドを装着し、多目的ラッチの方にはドラム弾倉を取り付け、そこにつなぐ球弾ベルト付きのマシンガンを装備した、実弾攻撃重視の第三兵装がある。また、テールスカートの裏側には、チャフディスペンサーが備えられており、両肩部の多目的ラッチには、ミッションに合わせてミサイルポッドも付けられるほか、オプションである戦術のシールドの側面にも、クレイバズーカやスモークディスチャージャーといった装備を装着可能になっている。ちなみに本格的な乾燥機構を取り入れた初期の頃の機体としては、軽装のライトアーマー、中距離の射撃に重点を置いたスタンダードアーマー、接近戦重視のアサルトアーマー、それらの利点全部のせなフルカスタムという形態を持つ、
連邦の G ラインと呼ばれる機体が有名ではあるのだが、本機のコンセプトも同機の開発時期である一年戦争中に、ジオンが所有する小惑星ペズンで進められた、ペズン計画と呼ばれる計画の下ですでに完成していたらしい。そのため G ラインの、いいライバル機になり得た機体でもあったのだが、ジオンの敗退によって実質お蔵入りになり、そのデータが小惑星ペズンごと連邦に再利用されるまで、長い年月凍結状態となってしまったために、結局日の目を見るのが、ペズンの反乱時まで遅れた上に、純粋なジオン機ではなく、連邦の機体としてカスタマイズされてデビューするなど、いわば本機はスタートラインで敗退した挙句、改造込みの敗者復活戦でなんとか戻ってこれた機体だったのである。武装に関しては第一兵装は、グレネードランチャー付きのビームライフルを装備しており、第二主兵装は、左肩部のレドームと連動することで、高精度の長距離射撃を行えるビームスマートガン。第三主兵装では、毎秒380発から540発もの弾薬を撃てるという、もはや蜂の巣の領域を超えたマシンガンがメイン武装になっている。また、オプションのシールドをつけているときは、その裏側にビームサーベルを装着しており、戦術のミサイルランチャーやクレイバズーカといった、状況に応じて付けられる追加武装に加えて、連邦版のシュツルムファウストであるクラブも用意されている。そして本機は地球連邦軍が完成させ、優秀な戦力候補になるかと思えば、同軍に反旗を翻した元共同団である、ニューディサイズの主力機として使われるという運命をたどることになり、自分の雛形を作り、最終的に完成させた場所でもある。小惑星ペズンの制圧のために第三主兵装が2機投入されては、同基地にいたバーザム海をあっさり全滅させるなど、デビューが遅咲きになった分、それを晴らすかのような華々しい初陣を飾っている。しかし、その後ニューディサイズ討伐部隊として編成された、アルファ任務部隊のスペリオールガンダムをはじめ、ゼータプラスやファッツ隊といった、高難易度すぎる相手やその増援部隊との激戦を繰り広げることになり、非常に苦しい場面が増えつつも、小惑星ペズンの防衛から月面のエアーズの攻防まで、ニューディサイズの重要な戦力として戦い続けたのであった。もっとも、ペズンの反乱が終結し、小惑星ペズンが失われ、ニューディサイズも崩壊したことで、本機は増産される機会を失い、以降の時代ではほとんどその姿が見られることはなくなるのだが、一説では3年後の宇宙世紀 0091 に、テターンズの残党に運用されていた個体も存在していたらしい。ちなみに本機はゼクシリーズの1体目であり、このシリーズは他に3種類が開発されているのだが、2体目は本機のいいとこ取りをして、2倍の性能を目指して作られたゼクツバイと呼ばれる機体で、そちらに関してはペズンの反乱の後半から終盤までに数機が投入され、滅びゆくニューディサイズと運命を共にしている。しかし、3体目のゼクドライ、4体目となるゼクフィアは、完成が間に合わずにそのままお蔵入りになったらしい。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。